拝啓この手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのだろう。15の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。未来の自分に宛てて書く手紙ならきっと素直に打ち明けられるだろう。今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は、僕は拝啓ありがとう。十五のあなたに伝えたいことがあるのです。自分とは何でどこへ向かうべきか幸せなことを願います。